引き続き日産のデモ谷さんにお伺いします。まあ専門分野ですけども、まあ、オバマ大統領、まあ、とにかく金融ジャブジャブをやってきた中でこういうことをしてるんですかね、うん、普通に考えますとね、国民がもっと医療費を安くできるし、金持ち優遇税制やめるって日本だと多分人気が出る策だと思う、はい、で日本では考えるとこれアメリカが相当お金を支持してるんだろうと思うじゃないですか、はい、まあ、実際アメリカに行っていろんな人と話をしました。どの方で一般庶民でも共和党的な考えの人っているんです。まさに分裂してます。ヒロシ。力があるかというと、オバマ政権がリーマンショックなどでね、どんどんお金を。